どうも、オプショントレーダー兼ボイシーパーソナリティの熊谷です。今日もチャートトップションの手口を使って今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。え昨日17日の動画でお話をした WMA フィボバンドの緑のラインね、今日の朝方割って、そっから一気に31,300円ぐらいかな、押し込まれたんですけど、まあそっ から5場300円戻すというね、まあ、結局本日も派手で難しい相場となった気がしておりますえ。そこで今日は再度短期の日経平均に焦点を当ててチャートを見ていますえ。今日の下げで少しまたね、景色が変わってきてる部分があるということですね。もうそろそろ止まってもいいんじゃないというサインも出てきてはいるので、まあ、その辺ぜひ最後までご覧ください。それでは早速8月18日日経225オプション考察始めていきましょう。 はい。それでは8月17日の相場外況からです。日経平均31,626円、140円安、0.44%。トピックス2253.06、7.78で、0.34%。マザーズ721.12、5.38で、0.74%となっています。そして、えっと、売買代金ですけれども、プライムが 3兆2976億円ですね、スタンダード1305億円、グロースが1585億円となっています。次に、恐怖指数ですが、アメリカのビッグ数が16.73。 まあ、昨日15.36ですから、まあ、昨日の下げでねちょっとビックスが上昇してきているとそして日経平均 VI はですね今日、まあ、なんだかんだ一時400円安450円安ぐらいまで行ってたはずなんですがなぜか終わってみれば今日一応マイナスではあるものの VI はねこれマイナス0.4119.56ということで、まあ、また20を割って株価下がってるんですけどねあのボラテリティは落ち着いてるということで、まあ、こういうのを見てもそんなに にね。一気にまたちょっとキンキン大きく下落するというのも、まあんまり市場を考えてないのかな？という気はちらっとしたりしています。はい、まずはライブのお知らせです。もう1週間経ったんですね。8月18日金曜日の21時からいつものようにライブをさせていただきたいと思っております。 え今日は、今日はじゃない、明日金曜日はね、あの、特に指標の発表がないので、21時半に縛られて何かっていうね、まあそういうちょっとこうドキドキする展開はないので、まあまあ、あの、緩やかに動くあの株価を見ながらね、はい、まあ皆さんといろいろ相場のお話ができればなと思っております。まあ金曜日の夜ではありますが、お時間のある方ね、ぜひお集まりいただけると嬉しいです。そしてコミュニティ機能の方には、えっと、質問とか何かね、あればトピック作っておきますので、何でも結構 です書いておいていただけると質問の場合は準備をしておきますのでよろしくお願いいたします。はい、今日は、えっと、スーパーパトレンド大作戦の まあ、ノートマガジンノートマガジンではあるんですが、まあ、基本47分のまあ、割としっかりとしたフルスペック動画を視聴していただくというタイプの有料マガジンとなっております。まあ、ここに書いてあるようにね。配当を狙って長期で日本株に投資をしていくと、まあ、私この動画ではまあ、デリバティブをね。ガチャガチャと短期でやってるんですが、資金の7割はなんだかんだ長期でしっかりと資産を増やしているような形にしています。で、そのうちの。 4割ぐらいを、ね、このスーパートレンド大作戦で、まあ、あの日夜、資金を増やしている、まあ、増えていればいいんですけどね、はいまあ、そういうことをやっているわけですで。実際は年に1回、2回ぐらいの,あの1つの銘柄に対して、ねはい、あのサインが出たらえっと売買をすると、でもう本当に2年、3年ずっとホールドをしているだけっていう場合もあります。ただ え、配当狙いということで、えっと、ガチ保でホールドするよりは1.3倍から1.5倍ぐらい、銘柄によってはね、2倍ぐらい5年でパフォーマンス変わってくるということですから、まあ、ただただね、ガチ保しておくことが配当狙いの投資ではないよというところね、ぜひこれで皆さん実践していただきたいなと思っております。 はい。で、もう、えっと、今週から一般販売をさせていただいておりますので、あの、概要欄の方にね、リンクを貼っておきます。え私のおすすめの、このスーパートレンドの銘柄、2銘柄載っていますし、実際ね、あの、銘柄、もう簡単に誰でも選んでいただけますので、え皆さんで選んだ銘柄をえ、チャートの作り方からトレードのルールから、まあ、実際に私がご紹介をしている銘柄5年6年の、まあ、実績公開とか、 あの全て、ね、詰め込んであります、まあ、誰でも再現性のある、なんかセンスのある人しかできないとか、そんなんじゃないんでね。まあ、ぜひ、えっと、しっかりと長期で資産を増やすのにこれを使っていただいて、できた資産を私はその中からね、オプションをやってます。逆に言うとですね、オプションで利益が出た場合は、50万利益が出るたんびに、こっちのね、スーパートレンドの方に、 あの口座に資金を入れて、そこでまた、えっと、一銘柄追加したり、百株、二百株追加したりということで、長期の資産をじわ,じわじわと増やしているということですので、まあ、このあたりね、興味のある方は、ぜひ、ちょっとチェックしてみてください。この動画の概要欄にリンクを貼っておきます。はい、それでは、早速、チャートを見ていきたいと思います。まずは、日経平均の日足からです。 えっとね、よく見ないと見えないんですが、え今日はほとんど実体のない、まあ、上、上髭ちょっと、下髭300円でね、結構しっかりとした下髭を引いて、まあ、よくぞ帰ってきたという感じですかね。一時457円安まで行ったんですね。3万安値が3万1,309円です。先物は3万1,280円まで売り込まれました。もう3万1,500円っていうね、節目。3万2000円割れたら、え次3万1,500円で 500円ずつ、ある程度ね、見に行くなんて言ってたら、全然500円で止まらなかったっていうのが今日なんですが、それでもね、あれよあれよと、午後、午後というか、もうあの10時半とか10時過ぎぐらいかな、ちょっと、いつぐらいからかはあの覚えてませんが、前場からもう回復していきましたからね、ぐっと。いということで、まあ一旦ここに戻ってきて、3万1625円なんですが、ただし、窓を開けて下落、0.44%のマイナス、140円安と。 いう事実であって日、えっと、日足の移動平均線、まあ、下に200日あるけれども、まあ、このあたり全部割り込んでるので、もうサポートになっていません。ということで、まあ、かなり崩れてきているのは、まだ継続なんですね、一旦下ヒゲで下げ止まった感もあるし、まあ、このあと出てきますが、ナイトも今のところなんとか踏ん張ってるんで、まあ、ちょっとね下げ止まってくれたかなという期待もありますが、えー、中期、長期、全部下ですからね、あの戻ったとしてもすぐに何らかのまたちょっとしたネタとかね、 人発言でまたストーンとと下がってくること十分考えられますますだ落ちるナイフがカランカランと落ちてはいないチャートの状況なんでねはい安易にロングに入ったりするのはまだ危険かなという状況だとは思いますそして先物が20時57分現在ですが、まあ、これ上値を切り下げてくるこの三角持ち合いのラインに乗っかってるという状況ですが、まあ、今日あの 欧州勢ですね、まあ、最初、16時過ぎに始まって、えー、結構下から始まったんで、また今日もと思ったんですけど、そこから切り返してきてくれているので、まあ、なんとか夜間に入っての先物は、まあ、100円、150円ぐらいね、ちょっとこう戻してきているという状況ではありますが、全体的にはこれもずっとあの下落の基調、変わっていないので、さっき言った通りですね、はい、まだまだ、えっと、下の中のほんの戻ししかもしれないというところは、えー、注意をしてみておくと 必要がありますまた、えっと、3万1500円の上は奪還してきているので、またちょっとねあの節目としては3万1500円あたりっていうところは注意かなと、で今、このねあの7月12日のザラバの安値とか、まあ、3万1750円,円っていうところが、まあ、一旦ねザラバで2回止まったところに今来ているので、ここにライン引くとね今までのサポートは次のレジスタンスですから、この辺で打ち返される可能性も十分残っていると思います。ははいでここからは3 えー、そろそろ下げ止まってもいいんじゃないのと、さすがにちょっと下げがきつかったよねとね、3万4000から見たら2000円以上下げてますから、まあちょっとそろそろ勘弁してもいいんじゃないかサインが3つついてます、そのうちの1つが、これ、先物の,のチャートですけどね、えー、っとですね、なんだっけ、えー、っとボリンジャーバンド地高線、懐かしいですね、はい、あのもう3月から6月の,あの棒上げで,です、ね、地高線がサシグマの遥か上。 4シグマか5シグマかというようなところをねうろうろしていたのであのサインがもう全然つかないまま4か月忘れ去られていたあの重要な短期チャートなんですが一旦これ戻ってきてプラスあマイナス2シグマを割り込んだことでこの赤いサインがつきました。 これどういうことかというと、まあ、一旦この辺りで下げ止まるんじゃないのというサインなんですね。はい。で、えっと、上昇の 5MA クロスとかなく、これがついたら、早ければ翌日、遅くても3日以内ぐらいには戻ることが多いんですが、ただやっぱりね、下落の時は落ちるナイフのこともあって、まだね、これ、バンドが全然そのエクスパンション開いてないですよね。 という状況での3シグマタッチなので、これまだ落ちるナイフの途中の可能性があります。あの上方向の緑の場合は、あの天井でね、翌日から下げてきたりって、割とワークするんですけど、下の方はまだね、下げ途中かもしれませんので、一旦ここ赤つけて、今日ぐっと300円戻って、ナイトに入っても踏ん張ってるんですけど、まあ、これまたね、最近はあのニューヨークも、 えっと明け方、まあ、ニューヨークの5場ですよね、あの崩れてくること多いので、この辺りで安心して寝ると、なんかこの辺に株価があれ3万1500円割ってんですけどみたいなことになりかねないので、まだまだ安心はできませんが、1つえ、そろそろそこであってもよろしくないですかの短期サインがついています。もううつここちらは、ね、ボリバンリババンーサルというといろで 非常に速い反転サインですね、これ、ボリンジャーバンドっていうのは、あの基本的にさっきもね、ちょっと見ていただいたように、普通はですね、あの反転サインで使うんじゃなくて、えっと、基本的にはね、バンドウォーク、まあ、いわゆるあの短いトレンドフォローというか、大きく爆発する時の起点として使うっていうのが、まあ、一般的なボリンジャーバンドの使い方なんですが、あえて少し工夫をすることで、えっと、反転サイン、ボリンジャーバンドの使い方としては、かなりリスキーなんですよね。 はい、なんですけど、あの結構ね、ちょっと工夫をした、えーと、このボリバンリバーサルというインジケーターにしてあげると、えちょっとちっちゃくて見づらいんですが、S が天井、ここもね、一回天井をつけて、まあ、その、ね、翌日、ストーンと下げたんですけど、まあ、結局また戻してきた。ただ、このあたりは、えー、とそこから下げましたよね。で、えー、と下の方のの倍も下げ止まった時にサインがついて、そこから戻してると。で、今回また B がついているので、まあ、さっきの あのボリバン地高線と一緒ですよね。ちょっと早めのサインがついてるので、この辺で、まあ、少し、えっと、リターンがあってもいいかもねっていう、これ2つ目のサイン。そして3つ目はアルンオシレーターですね。今日この、これ現物です。で、こちらチャートがね、あの線引いたら隠れちゃってますがえ、今日下げたことでアルンオシレーター、これもね、久々です。 あのピンクのつまり底根県でアルンオシレーターが到達したのは本当に何ヶ月ぶりかな4ヶ月5ヶ月ぶりかと思いますずっとね水色の線だったんですねもう天井でもよろしくないみたいなのがずっとついていた、まあ、オシレーターですからねで天井に張り付きであんまりワークせず6月高値からワークし始めたんですが今回ちょっと下げが大きかったこともあってえっと 底根県に来ていますでこのアローシレーター大作戦は詳しくはマガジンを見ていただければと思いますが基本、えっと、この5日線が上向きに変わってローソカシが上に抜いてからつまり上昇の 5MA クロスで初めてロングポジションを取ると今はそろそろそこかもよもうちょっと引きつけましょうねというサインなのでまだこれ別にロングを入れるポイントではないんですが、まあ、アローシレーターからもねそろそろちょっと下げすぎてるよねっていうサインが出てるのでこれで短期のチャート見 そこね県の際についてるんですね。ということで、早ければえっと今日のナイトから戻ってくる。遅くともまあ、3営業日ぐらいからえっと戻ってですね。上昇の五有名クロスをつけたら一旦上昇です。ただ、中長期崩れてますから、戻っても25日までまあ、まずそういったね。戻り売りの展開で反発を狙っていくというまあ、見方になると思います。 こちらは昨日の動画でお伝えをしていた EMA リボン、まさかね、今日ここ突っ込むとは思ってなかったんですが、朝方、この2万1373円ぐらいのところを割り込んで、オールレッドになりました、一時ね、シリコンバンクバレーが破綻した3月の上旬以来、ここがオールレッドになってて、さあ、もう今日からもう一段先かなと思ったら300円戻したので、まだオールグ,あのグリーンエリアで耐えています。 ですから、まあ、今日同じく3万1383円、10円上がったんですね。ということで、3万1383円、まあ、ざっくり3万1400円を今日ナイトで割ってくるとね、終わり値で。 やっぱりちょっとやばいよということで、まだそんなに余裕はないですが、まあ、ここもチェックとして重要な、まあ、サポートラインになってきていると思います。はいで、こちらは GMMA ですね。これはもう昨日と同様、もうずっと下向きですから、え中期下落は変わらず、まあ、そりゃそうですよね、今日、あのこれ先物なんでね、もうあのナイトに入って、18日の足が出てますが、17日は下髭つけて、結果的には下がってますからね。はいあの あの先物で見たらね、ずかのプラスにはなってますが、基本ずっと下がっている状況ですから、これ、中期も崩れてます。なので、まだえっと中期も長期、長期はえっとスーパートレンドだけ下落なんですけどね、長期で見るとまだそんなに大きく崩れてないんですが、中期で見るとしっかり崩れてるという状況ですから、短期戻っても、 繰り返しますが、25日までとまあ、そういう相場だと思います。この時ですね。はい、戻り売りでもっかい下げられたみたいな展開がまだ継続はしてると思います。 はい、でここからはアメリカの金利ね、ね連日、これで2、4、6連投になってますが、まあ、今日も上髭からちょっと下がってはくれているんですが21時10分現在4.28に昼間は4.3を超えてましたですから、えっと、アメリカの10年金利の上昇が止まりません、まあ、2年の短期金利とかさすがに、ね、止まってきた。 ですけどね、はい、あなんですけど、まだ10年がねじりじりと上がってきていると、期待インフレ率はまあほぼ横ばいですから、実質金利も上がって 1. 9、1.9%近くになっていると、これ、前日の分、除くので、今、1.89ぐらいですかね。 とということで1.9を超えてきているというのがもう実際なので、こうなってくるとね、さすがにあの昨日もイールドスプレッドの話しましたが、株は厳しいよねと、そんな状況ですね、ちょっと金利が高すぎると。で、金利は高いんですが、き今日さすがにドル円は少しだけ。 まあ夜に入っててて落ち着いてきていきます高値は146円の50銭まであったんですが引き続きプラス2シグマに沿ってまだ上がるんかいという状況だったんですがさすがに21時12分現在145円の80銭近辺までは下げているという形なのでまあ下げてるつってもねもう146円のあたりなんですが。 からまたナイトでね、あのアメリカの金利が上がる展開で、ちょっとまたドルが買われての円安方向と、こうなる可能性は十分あると思いますが、さすがにこっちは2、4、6、8連投ですからね、さすがにちょっと一服してもいいんじゃないかっていう水準と、まあ、そろそろ、まあ、口先ではね、聞かないですけど、まあ、そろそろ何か。 ああるかかももしれないといととう、まあ、ちょっと、ね、警戒心もありますからねここから一本上しで、まあ、アホみたいに買っていくかというと、まあ、なかなかね、それはないかなという気はしますが、まあ、ちょっと今日ここは崩れてきてるので、目先で言うと、先物的にはちょっと上値が重い展開にはなってるかなとで。こちらが21時15分現在、世界の株価ですけれども、まずね、欧州がかなり下から始まったんですよね、16時過ぎ。もうマイナス0.8とか、マイナス1%とかから始まって、1%まで行ってないのか、0.8ぐらいですね。 ドイツもね、はいでえっと、フランスも0.87とかそんなもん、まあ、だからで、イギリスが0.5ぐらいかな、き、うん、今日も、ね、ナイあのヨーロッパはまたちょっと弱いのかなと思ったら、まあ、ぐーっと戻してきているので、えっと、先物も,もぐーっと戻して、今730円とか、まあ、そこまで来てるんですよね、600円台から、まあ、このあたり、ね、ナイトに入ってからちょっと戻したんですよね。ということだと思います。でアメリカの,あの ビッグスもちょっとまあ下がって、ダウンはほぼ横ばいということですから、まあまあ、アメリカ、ニューヨークは今日はまはそんなに下げていないし、しっかりとしている、ヨーロッパもまたここからね、ガーッと5番、崩れてきたらちょっとあれですけど、まあなんとか踏ん張ってると、で今日は中国も0.43のプラスで踏ん張ったし、連日下げてた香港も、まあね、下げから見たら今日ぐらい自立反発してもいいんですけど、まあまあなんとか横ばいで終えたということで、今日一1日だけで見ると、そんなにね、まあ 日本結構あの売られたんですけど3万1280までねなんですけど、まあ、その後はちょっとあの外部要員落ち着いているのでこっからまた3万1500円追われてズンズンというナイトの展開には今日はね ならないんじゃないかなと。うん、上もないけど、下もそんなに動かないんじゃないかという気はしています。あとは NT 倍率大作戦。これ先物の,の最新の。といってもこれ21時17分現在ですけど、引き続きまだね、陰線引いてるんですね。14.04まで下がってきています。なかなか NT ロングさせてもらえないですね。はい、株価が戻っても、 日経平均よりもトピックスの方が戻ってるとかね。はい、まあ,あの、そんな状況で、ずっとこれ7月の18日からですね、一本上司に NT バ率下がってるんですね、はい。株価は上がったり下がったりしましたけど、なので、まだね、NT ロング引きつけております。まあ、明日かな。はい、明日、ちょっとぴょこっと要請が出てくれば、うん、そろそろ NT ロングを仕掛けていってもいいかななんて思っています。 はい、ここからはオプションの手口を見ていきたいと思います。まずは海外税合算ですが、枚数ベースでいくと、コールは買い越し、プットは売り越しと。 コールの買いのプット売りですから、まあ、デルタとしては少し上に調整をしたという形になっていると思います、はい、ただし全体的にはですね、まあ、今日も32500のコールが買われていて今週だけで775枚合算すると1600ということで、まあね、株価は上値切り下げたりしてるんですがコールサイドはこの32500をしっかり買ってきていると、まあ、枚数少ないですけどね、うんはい というところが見て取れるのと、プットの方は今日はあんまり買わずにね、売り決済だけなんですね。 はい、ということなので、まあ今日はね、ぐっと下から戻ってきたということと、下髭で引いてね、それと今日日経 VI はマイナスでしたよね、でこれ、朝方、と、うん、株価が反転してきた、ね、ところからは、急激に VI も下がっている、朝からあんまり VI 上がってなくて、まあ、そのあたり今日、日あの朝、ツイートもしてたんですけど、このあたり見るとですね、やはり今日もうもそんなに下はない、戻ったのを確認したら、思いのほかね、あの戻ったんですけど、VI から見ると、下げていく中でも、 全然、ね、ボラティリティが上がっていかないので、まあ、市場としては別になんかそんな下3万1000円を割れてズンズンみたいなことは、ね、ちょっと意識はしてないのかなとで、プットも売り越しの方が多いというか、売り決済ですよね、ですから全体的に見ると3万2500円よりも上がコール買い、で3万2250円よりも下はプット買いなんですけど、プット買い全然枚数が上がっていかないので、まあ、バランス的には3万2500円よりも上を見ているというところが中心だと思います。 はい次にゴールドマンです。ゴールドマン、まあ、今日コールちょっと触ってますが、ほとんど触っていないに等しい。で、プットは、ファーのプット3750というところを250枚売ってきました。まあ、枚数そんな多くないですけどね。はい。まあ、あと31500も45枚売ったりしてますが、まあ、あんまり動いていません。基本的には下の方を売っているということなので、まあね、さすがに3750よりも下はないだろうと。 言うほどプレミアムも高くないので、ここのプレミアムを取りに来たというほどの枚数でもないんですが、全体的なバランスで見ると、3万2500円が引き続き1100枚のコール買い、プット売りがちょっとある、ですから3万2500円も上のバランスですね、で下も3万2000円のプットを200枚買ったりして、ちょっとケアしてたんですが、その1250円も下のところを250枚売ってきているので。 まあ大した、ね、バランスではないですから、これ、下をなんかめっちゃ見ているというほどでもないので、全体的にはやはり3万2500よりも上を見たままのバランスだということだと思います。 はい、次にアムロですアムロはコールは買い越しですね、でプット大きく売ってきています、ですからコール外のプット売りで、こちら、大きくデルタを上に振ってきています、つまり上目線に調整していると、でもう全体的に見るとね、これ、コール外のプット売りで、もう黒と赤にスパーンと分かれてますから、これ、結構あの分かりやすい上ですね。 で、えっと、3万2500よりも上です、まあ、もっと言うと3万2750よりも上なんですが、まあ、ここの枚数とね、節目なので、まあ、一旦ここ、うんと、かなり割ってですね、えっと、一っこの辺まで来ちゃってるんですが、まあ、S q ここからね、ずーずずずっと上がって、最終的には3万2500円よりも上のポジションを見ているんじゃないかというバランスのままですね。 はい、今週1週間、まあ、コールもちょっと上をあの減らした部分はありますが、えー、っとそうですね、水木でコール買いのプット売りをして、まあ、ずっとプットは売ってるので、まあ、これ、本当に3万2000よりも下にはいかないぞという、なんか強い意思を感じますね、はい、このあたり、ちょっと頭に入れておくといいかもしれません、思いのほかね、今見えてるオプションの手口、海外勢全体はですね、あとあの3万2500円を軸に、上のところのポジションを取ってるところ多いんですよね。 はい、これがまあ9月切りに向けて、ね、どうなるかっていうのは、まあ、1つあのテストケースになるかなとこれが、ね、使えるのか使えないのかあの100%使えなくてもあの指針になればいいんでね、はい、ということで、まあ、ゴールドマンとアムロが今3万2500円も上を見ているというところがえこのあと1週間、2週間でどうなっていくのかはちょっと注目したいと思っています。 はい、最後は先物です。今日は日経平均がマイナス0.44%、トピックスがマイナス0.34%で、ラージプラスミニの日経平均型、もうここ最近少ないですね、あの変化がね、123枚の売り越し、 でトピックスの先物も三百三十枚の売り越しで四百五十四枚とまあ海外全体で合算するとほとんど動きが出ていない一日ですが個別で見ると結構あの派手に枚数は出てる日なんですねでやっぱりちょっと注目はゴールドマンがえっともうダダだと四日間で一万二千枚ぐらい売ってきて今日も四千枚近い売りを入れている計算になりますで今日も十二月切りちょっと見てみましたが各社ほとんどえっと十二月切りはねあのポジション取っ で、はい、ですからあの今日は先物ベースではほとんど動かなかったと全体的にねであとまあ個別で見ても、うん、と売ったところの反対売買って のところも結構あって、まあ、派手な割にはですねそんなに大きな動き1週間ゴールドマンだけがだーっと減らしているのかなと、まあ、あとは、えっと、バンコブアメリカも、まあ、そこそこ枚数増やしてますかね売りの方でね、はい、このアメリカの2社がえ結構大きく動かしている感はありますけれども、まあ、それ以外全体で見たらあんまり、ね、動きが出ていないのかなという気がしています。はい、最後、ね、ちょっっと長くなって恐縮ですがあの えっと、オプションの縦玉の話、今日おまけで入れたいと思います。というのもですね、コール3万5千円が今日3000枚大きく買い越しになりました。まあ私今日ちょっといろんな方の動画見てないので、これを指摘している方が果たしているのかどうかという気はしますが、で、えっと、結果これが増えてるから、えっと、株価が大きく戻すんだっていう考え方は、これは私は間違ってると思っていて、で、これね、以前、 以前つてもつい、つい最近ですけど、8月10日のオプラボラジオおよびボイシーの通常会で、まあ、この、ね、3枚のプット買い、この S q 分け、ここですね、1万9000枚、まあ、この時は1万8000枚ですけど、その翌日から1万9000枚あるんで、まあ、これ、S q 変わったときにね、えっと、3万枚に大きな縦玉あるから、えっと、9月切れ大きく下げることに注意と、で今、下がってきてるので、やっぱすごいな、これだっていう方がいらっしゃるかもしれませんが、たまたまだと思います。 はい、ここにポジションがあってもね、これよく勘違いするのは、ここにポジションがある、たくさん買われている、だからプットが買われているから下がるんだじゃないんですよね。はい、1万9000枚買われてますが、当たり前ですが、売り手が1万9000枚いるとで、その方は3万円を、ね、割らないと、ちょっとぐらい下がっても3万円割らなきゃいいわけですから、まあ、そういう相場感でポジション取ったり、まあ、別にこれ裸で持ってるわけじゃないですからね、いろんなスプレッドでの,あのパーツとして、 入れてまますすから結果的にほとんんんどあんまりあの影響しないんですねだから今回3万5000円のコールが3000枚買われたのでこっから、ね、一気に切り返して9月 S q 高いんじゃないのなんて言ってると多分間違えます、これ、えっと、こっちは、ね、まだどのタイミングでポジションを持ったかにもよりますがあの S q 明け直後ですから150円とか200円とか結構ついたんですよ。 あの3万円のプッ,トもプットでもね、でもこれ今、7円なんですね、3000枚買ったところで、大口からしたら大した金額になってませんから、こういうの間違えちゃいけないということですね。 ただし、大きな枚数があるということは、そこに株価が近づいたらえ、例えばここを売ってる人は大慌てになるわけですよ、めちゃくちゃ損失が増えてますからね。だから、えこのコール売ってるのを買い戻しに迫られたり、もうインザマネーになって、えっと、適正価格で買い戻せないんだったら、デルタ見合ったね、先物をロングで手当てしないと、先物は出来高、流動性いっぱいありますからね、どこで買ってもいいわけです、あの同じ傾きデルタですからね。はい、ですから先物をたくさん 買って返事、ね、ケアししないとと死んでしまうとだから上がってくるとねここ売ってる人が焦って先物をロングするから余計に加速度的に株価が上がっていくとだからもしこのまんま3万円まで行くのであればね、はい、加速度的にここあの今度は 先物をショートしないといけないいいとけ人が出てくるので、えここがこれだけ枚数があるということは、3万1000円を割ってくると注意をしないといけないと、まあ、そういうふうに覚えておくのがいいと思います。で、3万1000円もね、あれよあれよという間に、1万2000円ぐらいポジションがあって、今日3万1280円までいってるので、実はここを中途半端に売った人は、えっと、もう心臓が止まりそうな状況だったんですけども、だからね、おそらく1500万円ぐらい決済されてるのは、やむなく決済した人と、利確した人、 とはい、あ,のあと先物をショートして、えっと、結果、戻っていて担がれた人と。まあ、いく いるとと思うんですけどちょっっ枚数減ったのは動きが出たたたんんでですよね3万1000近づいたんでただこれが決済されてもう3万1000を諦めたから枚数減りましたからねはい枚数が減ったからもう3万1000までは来ないからここから株がでしかもここが増えたからなんていう見方をしてると間違えるよとあねあ,のあくまでも枚数が多いのはあんまり気にせずに万が一そこに基地を近づくことがあればそっちに向かってオーバーシュートすることはあり得るとまあそれぐらいで見つ てておくべき知識だと思っていますで私ねこれメンバーシップでコツコツとつけてるんでお前こんなもんつけとるやないかいとあの言われるんですが私半年やってあんまり意味がなかったかもっていうのをここでお話をしているのでこれあの9月はねあの最後までやるんですけどもしかしたら9月ぎりメンバーシップの方にはこれ集計はやめるかもしれません。間違っ 判断をねメンバーの人がしてしまったら大変なのでなので今日ちょっと時間を取ってお話をさせていただきました是非ねこの8月10日のオプラボラジオも聞いてみてくださいあのリンクね概要欄に貼っておきますはいということでいかがだったでしょうか えっと、明日の天気予報ですが、まあ、残念ながらね、曇りです。引き続きチャートは、えー、傘マークなんですが、まあ、今日一旦下髭でね。で、あの、今のところは欧米ね、あの、ちょっと安泰なので、まあ、あの。三万一千五百円を割らないのであれば。 えっと下がね少しその辺りで止まるかなでも上は戻り売りですよっていうことなので曇りという相場感でまたしばらくね見ていこうと思っていますはいということで今日の動画も役に立ったぞそうしてこのチャンネル応援してもいいよという方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひねポチッとお願いいたしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうまたね